それから5年後、昭和41年、マイク・マキが歌うバラが咲いたが大ヒットしました。ギターの音源を BGM にしてみました。先輩からのアドバイスで、今日のテーマは人の目では捉えられない、カメラでしか見えない映像をピックアップすること、また花を見ている人たちの姿を撮ることでした。珍しい青いバラです。こちらは芍薬のコーナーです。芍薬は立てば芍薬、座ればボタンと言われますように、道徳のボタン科の花でよく似ています。深大寺といえば蕎麦が有名ですが、江戸時代この周辺では米生産が向かないため、蕎麦を作って寺に納めたようです。寺では蕎麦を売って来客をもてなしたところから、深大寺蕎麦の始まりと伝えられています。護摩祈願とは、天台宗や真言宗で仏の知恵の火を持って煩悩を焼き尽くす作法のようです。お天気にも恵まれ、バラの甘い香りと深大寺の新緑を十分に堪能できた撮影会でありました。ありがとうございました。